青空に羽ばたくスキージャンプの選手たち。地上100メートル以上もあるジャンプ台から果敢に飛び出すその姿は力強く、また美しくもあります。8秒間という短い競技時間の中に全てをかけるジャンパー、そしてそのスタッフたち。少しでも飛距離を伸ばすために各国がスーツ開発にしのぎを削っています。厳しく規定されたルールの中、空中に飛び出していくジャンパーたちを科学的な視点から分析していきます。こんにちは、荻原次治です。さまざまなスポーツを科学的に分析するこのシリーズ、今回は私の専門分野であるスキージャンプを取り上げます。1998年に行われた長野オリンピック、日本は個人団体で金2つ銀銅1つずつと、なんと合計4つのメダルをジャンプ競技で獲得。日本チームが世界の頂点に立ったその背景には、選手、指導者、メーカーの極限へのチャレンジがあったのです。極限に挑む8秒間とはどんなものなのでしょうか。その秘密に迫ります。荻原さんが訪れたのは2004年山形国体ジャンプ競技が開催されている蔵王ジャンプ台です。アプローチから踏み切り飛距離を競うこの競技、競技名はジャンプといっても選手たちは踏み切って飛び上がっているわけではなさそうです。では一体どのような動きをしているのでしょうか。ジャンプで飛び出していくときにはどういうイメージを持ってますか。そうですね、雲の中に飛び込むような、そんなイメージで飛んでいます。雲の中、はい、ふわふわっと、はい、そうですね、自分をもう空中に投げ出して、うん、空気に自分受け止めてもらう感じで飛んでます。なるほどね。オリンピック選手を数多く輩出する北野建設スキー部の小野監督にお話を伺いました。ジャンプの選手は非常に極端に言うと、最初は水平に横に進んでいくと、あくまで遠くにどんどん飛んでいって、ある時点から落ち始めるって考えればいいですね。ただしそこに空気がありますから、物が落下するよりはその空気の力によって落下する方向とか速度が少しゆっくりになるってことですね。逆にそのゆっくりになることを使ってジャンプの選手は飛距離を伸ばすわけです。ジャンプの動作における一連の流れを見てみましょう。ジャンプ台の飛び出しの角度は上向きだと思われてますが、実際はこのように下向きなんです。選手が滑る助走路のことをアプローチといい、飛び出す位置をカンテといいます。実はこのカンテ、10度下を向いています。下向きのカンテから遠くへ飛び出すためには、踏み切りの時に強く地面を押して飛び出さなければいけません。この時、選手は時速80キロ以上のスピードで滑ってくるわけですから、力はほぼ水平方向に向いていきます。そして選手は放物線を描いて、その頂点、マキシマムへ飛んでいきます。空中で頂点に達した後は落下運動に入ります。この放物線の頂点までの距離を伸ばせるか、そして落下運動に入った後いかに遠くへ落ちるかで、ジャンプの飛距離は変わってくるのです。スキージャンプで遠くへ飛ぶためには、まず助走路のスピード、そして踏み切る時のタイミング、方向、パワー、そして無駄のない空中姿勢が必要です。選手はアプローチで得たスピードを生かして踏み切り空中へ飛び出します。
そしてスキーを大きく開いて遠くへ飛んでいきます。飛距離を伸ばせるかどうか、それを左右する動作のポイントを分析していきましょう。前方向に遠く飛ぶためには前に進む力、推進力を得ることが必要です。高低差のあるアプローチを滑り降りることで、その推進力を得て踏み切り動作に入ります。ジャンプの理想的な飛び出しの形は、この紙飛行機を使って簡単に説明できます。まず上の方に向かって投げています。このように飛び出した時に強い抵抗を受けてしまい、失速してすぐ落ちてしまいました。次に下方向に向けて投げてみます。このように手を離れた直後、強い抵抗を受けることなく紙飛行機は遠くへ飛んでいきました。この紙飛行機を選手の体に置き換えると、上向きよりも水平方向に飛び出す方がより遠くへ飛ぶということになります。選手はどのように踏み切ればいいのか、このボードを使って説明します。飛び出した直後に選手の体とスキーが上向きになってしまうと、この時点で強い空気抵抗を受けて失速して落ちてしまいます。こういうふうにならないためには、飛び出したままスキーの角度を水平に保って、そして遠くへ飛んでいくのが理想的な形です。実際このように体が立った状態で飛ぶと失速しています。飛距離を伸ばす選手たちは体が水平方向に傾いているようです。では踏み切る時の理想的な角度というものはあるのでしょうか。これは踏み切り直後の水平と体のなす角度を調べた実験データです。水平から30度の姿勢で飛び出した場合、飛距離は 119.8 メートル。一方、水平から20度の姿勢で飛び出した場合、飛距離は 136.1 メートル。踏み切り直後の体の角度が30度よりも20度の方が飛距離は伸びていることが分かります。このグラフは実験データをもとに、体の角度に対する飛距離の変化を立体的に表したものです。踏み切り直後、頭を進行方向に下げながら水平と体のなす角度が20度前後のあたりに、最長飛距離135メートルが出ていることが分かります。つまり飛距離を伸ばすのに理想的な体の角度は20度前後ということが言えるのです。おお、上手だ。飛び出した後、ジャンプはどんな原理で飛んでいるのでしょうか。実はこの原理、スプーンを使って簡単に説明できるんです。蛇口いっぱいにひねって勢いよく流れる水、ここにスプーンを近づけていくと、スプーンは水に吸い寄せられます。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。物体は流れる空気に吸い寄せられるという性質があります。これは空気の流れの違いによってできた圧力の差から起こる現象です。これを真横にすると、
スプーンは上に吸い寄せられていくことになります。このように流れが速い方へ物体が吸い寄せられる力を揚力と言います。飛行機が飛ぶのもこの原理に基づいています。飛行機の翼は下の面が平らで上の面は膨らんだ形をしています。正面から風が流れると翼の前で上下に分かれて後方で合流します。翼の上と下では長さが違うので上に流れた風はより速いスピードで進みます。この翼の上と下での風速の違いによって気圧の差が生じ機体は浮かび上がります。実はこの原理が空中を飛ぶ選手たちの体にも起こっているのです。空中を飛ぶ選手の体には背中側に速い風、体の胸側に遅い風が生じています。したがって体には上方向に浮く力が加わります。選手はこの揚力を体にうまく受けて飛んでいくのです。放物線が頂点マキシマムに達した後は落下運動に入ります。飛距離を伸ばすためにはなるべく空気を多く受けて落ちていかなければいけません。では空気を多く受けるために効果的な飛び方とはどんなものなのでしょうか。ジャンプ競技はその昔手をぐるぐる回したりまたは前に伸ばしたりとどのようなフォームがより遠くへ飛ぶのか絶えず模索していました。しかしこれまでと違い革新的なフォームが誕生します。僕が初めて V 字ジャンプに挑戦した場所、それが実はこのジャンプ台だったんです。あれは1992年の冬でした。その年フランスでアルベールビルオリンピックが開催されました。僕はテレビでジャンプ競技を見て数人の選手が V 字ジャンプを飛んでるのを見てですね、僕自身もやってみたいと思いました。しかし最初から綺麗な V 字ジャンプができたわけではありません。それまでスキーを閉じて飛んでいましたけども突然開いたことによって着地地点が丸見えになってすごく怖かったのを覚えてます。今のジャンプはまさしく古いタイプのスキーを閉じたままの飛行のスタイルです。まああれ、V 字スタイルになる前はみんなああいう風に飛んでました。あれがごく一般的なスタイルでした。昔はスキー板を揃えて飛んでいました。ですが現在ではスキー板を V の字に開き選手は板とそして自分自身の体で広く風を受けています。この V 字が生まれたのは1988年頃です。板を V の字に広げることで飛行中に板と自分の体でより多くの風を受けることができ滞空時間の長いジャンプができるようになりました。これによって日本や世界のジャンプ界に革新が起きたのです。進行方向に対してですね、一般的にはやっぱり、空気を受ける面積が広がるわけですよね。ですから空気抵抗が増える、空気抵抗が増えるってことはうまく使えばそれが揚力、つまり選手たちを上に引き上げる力になってくれるわけです。選手個々にはですね、恐怖心とか今までの技術と違うんで相当大変だったんですけども、マスターしてしまうと従来の技術より逆に、安心感があるっていうか、先ほど申したように落下傘的な効果がありますから、むしろ安定感がある。それから着陸の速度がパラシュート効果によってゆっくりしてますから、むしろ着陸が楽だということで、習得には苦労した代わりにですね、それをマスターしてしまったら逆に非常に安定した、風にも強い技術になったです。近年
日本ジャンプ界に大きな影響を与えているものがあります。それは1998年春、長野オリンピック以降に出されたルールの改正です。スーツの素材や厚み、スキー板の長さの規制が厳しくなり、小柄な日本人にとっては不利な状況で戦わなくてはならなくなったのです。年々変わる規定の中で、選手やスタッフたちの間ではより遠くへ飛ぶためにさまざまな科学的研究がなされてきました。飛距離を左右するのは選手の技術、体力だけではありません。メーカーは少しでも飛距離を伸ばせるようスーツを開発してきました。選手が身につけるジャンプスーツは飛距離と非常に密接な関係があります。スーツは体を保護するという役目のほかに、風をためて揚力を生み出すことができる道具でもあるからです。このメーカーでは長年にわたり選手にとって効果的なスーツを作るため実験・開発を行ってきました。これはメーカーが行っている風洞実験です。スーツを着せた人形に風を当てながら体の角度を変えてスーツが受ける風圧や波打ち具合を調べています。こちらがですね、8ミリになりました、薄くなったスーツなんですが、これは1995年から長野オリンピック98年までこの8ミリの厚みのスーツが採用されたんですが、こちらの10ミリのスーツから8ミリになりまして、風圧がですね、8ミリのためにですね、風圧によるその波打ちがですね、スーツの波打ちが耐えなくなったんですね。1998年までは10ミリだった生地の厚みも、現在に至っては半分の5ミリにまで規定ができました。生地が薄くなるということは風圧に弱く波打ちができ、抵抗が大きくなってしまうのです。その風圧をカバーするために表面に箔を貼りまして、箔加工によって風圧を避けるというふうになっているスーツです。スーツの波打ちは空気中に乱気流を起こし、選手にとって空気抵抗となってしまいます。そこでその波打ちを減らすために表面を加工して生地に硬さをつけたというものです。現在ではこのような加工は禁止になっていますが、新たにカッティングなどの工夫が行われています。スーツは素材、生地とですね、カッティングという2つの要素があると思うんですが、生地の方はですね、国際スキー連盟の方が生地の規格というのをルールの中で決めましたので、メーカーによる違いというのは今後あまり差が出なくなっているなと思います。それに対してカッティングの方なんですが、各部分の例えば袖のパーツは3つのパーツからできているとかですね、そういうそのパーツの数というのはルール上決められているんですけれども、形まではですね決められていないんですね。ですから生地は共通なんですけれども、パターン、カッティングの方でですね、選手の要望に合った工夫をいろいろとしているというのが現状ですね。厳しいルールの中でも選手が飛距離を伸ばせるようなスーツを送り出すため、メーカー側の努力も続いているのです。またルール改正は選手たちの筋力トレーニングにも変化をもたらしました。まず肩幅くらいの広さに足を開きます。そして低い姿勢を取ります。でこの時選手は、飛び出す直前に、だいたい体重が60キロの選手で120キロくらいの負荷がここにぐっと加わってきます。普通の人であれば多分尻餅をついてしまうでしょう。自分の2倍近くにもなる重力を足腰で支えながら、さらに踏み切って板を開かなければいけません。
ジャンプ選手は特にこの踏み切り動作の時に働く筋肉を鍛えているのです。踏み切りの動作を見れば分かるようにですね、まずこのいわゆる大腿四頭筋、膝の周りの筋肉ですよね、この関節の周りの筋肉を鍛えるトレーニング、それから腰の周り、どっちかというと後ろが背筋からお尻の筋肉、それがいわゆるハムストリングといわれる太ももの裏側の筋肉、これを主に鍛えます。ルール改正後、スキー板は身長の 146% の長さが最大となり、これによって174センチ以下のジャンパーは必然的に板が短くなってしまいました。海外選手に比べ小柄な日本人は以前よりも板が短くなった選手が大半です。そのために飛距離を伸ばしにくくなってしまったというのが現状なのです。そんな中、飛距離を伸ばすためには踏み切り動作の時にこれらの筋肉をさらに素早く効率的に動かすことが大事になってきたのです。基本的には筋肉 その収縮の効率を高める、あるいは技術の中でそれをできるだけその同じ筋力だけども効率的な動きに変えさせるっていうようなトレーニングになってくると思います。ですからできるだけ筋力を増やすんですけども、筋肉の量を増やさないで、いわゆる筋肉のスピードを上げるトレーニングをしてあげるだけで大変難しい部分があります。効率的な筋肉の働きによってジャンプ動作の中における空気抵抗を減らすことができます。それが短い板でも飛距離を伸ばすことにつながるのです。さらにこれまで深い前傾姿勢で飛んでいた V 字ジャンプにまた新たな大革命が起きています。これまで選手が踏み切ると同時に取っていた深い前傾姿勢、これは長い板と体を近づけて広い面積を作り、そこで空気を多く受けて飛んでいくために行っていたものです。しかし板が短くなり、以前のように板と体の広い面積で風を捉えることが難しくなってきました。そこで編み出された新たな飛行スタイル、踏み切り後板は V 字に広げるものの前傾姿勢は取らず、体をちょうどくの字にした状態に保って飛ぶというくの字ジャンプが生まれました。どちらかというと日本のジャンパーたち、まあ、昔の笠井君、それから船木も含めて、どちらかというと全くそのスキーと体が一体型になるムササビ型と言っていいですかね、あるいは何て言うんですか、全く滑空型のジャンプだったんですよ。それだと前半部の飛行効率が悪くなるということでですね、最近の飛び方としては若干少し上半身を丸め込んだ、つまり横から見ると飛行機の翼の上面のような形をしている飛び方が最近のまあ主流というか飛距離を出す飛び方にはなってます。飛行機の翼の形のように体の内側に空気をため込むことで背中側により大きな揚力を発生させて飛ぶというわけです。しかし空気抵抗を受けることも多く容易な技術ではありません。今こういうくの字にしたね、そのジャンプが主流になってるけど、はい、そういうのは挑戦してる？挑戦してるんですけど、自分なかなかうまくいかなくてちょっと悩んでるところです。うん、はい、どういうところがうまくいかないんだろう？やっぱ飛び出した時は大丈夫なんですけど、どうも板が来てマキシマム超えたあたりから、うん、自分の体入っていっちゃって先行しちゃって、うまく状態が使えなくて、飛び出した時はできてるんだけど、今度落下に入っていった時に体がスーッと伸びていっちゃうんだ。はい、その保たせるのが難しい。難しいですね、はい、自分はくの字で飛んでるつもりなんだけど、はい、実際見てみると、あ、もう今お尻が出ちゃって前に出ちゃってるような感じの時もある。反っちゃってる感じ。そうですね、逆にね、はい、自分はこうなってるつもりなんだけど、そうですね、ビデオで見るとこうなってる、はい、あ、ここでは風洞実験の装置を使った練習で踏み切りや飛行中のフォームチェックを行っています。
手や体でより大きな揚力を受けられるように選手やコーチたちも研究を重ねているのです。実際にジャンプ飛んだ場合、空中にいる時間というのが3秒から5秒くらいですので、その中でその自分のやろうと思うスタイルというのはなかなかその短い時間の中では難しいんですよ。それでまあこういう長い時間同じような条件でそれをテストができるということでやりたいことを今回試したということですね。腰の位置が、踏み切りの角度のが90度だとしたら、5度か10度か15度か分かりませんが、わずかだけども前方に少し腰の位置が出ていることによって今のくの字の上半身の風を受けるところが生きてくるわけですね。前半部でですね、空気を溜め込むことによってうまく使えば、選手の体を引き上げてくれるんですよね。上昇力に、つまり揚力を発生してくれるわけです。同時にそれは先ほど全く同じ理由で、減速の要素もありますけど、それは選手のテクニック形の問題で、それを、いかに上昇力に変えるかということだと思います。現在日本のトップ選手たちもこの難しい技術を身につけ世界の強豪選手と戦っているのです。大ジャンプになるか、それとも失速ジャンプになるか、アプローチから着地に至るまで選手の体にはさまざまな力、自然条件が加わります。それらの要素すべてを緻密に計算しながら飛ぶジャンプとは極限の空間での戦いなのです。重力を使ってその重力の力によってスピードを出して、ですけども途中から重力と喧嘩しながらですね、空気力でできるだけ落ちないようにしていく競技、その中に人間の技術とか、それから非常にメンタル性も精神力も必要になってきますし、まあ、あとはそれに加えて特に若い子どもたちは勇気みたいなのも必要ですよね。この競技に取っかかるためにはですね、大変深みのある競技だと思います。スキージャンプは滑走時間4秒、飛行時間4秒のわずか8秒間の競技です。しかしその8秒間のために選手スタッフは厳しく規定されたルールの中で極限に挑戦し続けているのです。